ビッカース硬さ、ビッカース硬さ、ビッカース硬さ、単位 HV は硬さを表す尺度の一つであり、押し込み硬さの一種である。ダイヤモンドでできた合体、厚子を皮脂見物に対して押し込み、その時にできるくぼみ、圧根の面積の大小で硬いか柔らかいかを判断する。圧子はピラミッドをひっくり返したような四角錐であるので、圧根は理想的には 正方形である。厚紙を押し付ける荷重を一般的に試験力と言い、試験力一定の下で、硬い物質ほどアコンは小さく、柔らかい物質ほど大きくなる。試験力は可変で、実規格では 10gF から 100kgF まで規定されているが、この範囲以外の試験力を用いることもある。試験法は1925年に開発された。 対面角 α136 度の正、四角錐ダイヤモンドで作られたピラミッド型の厚紙を材料表面に押し込み、荷重を除いた後に残った凹みの対角線の長さ D から表面積 S を算出する。試験力回を算出した表面積 S で割った値がビッカース硬さであり、以下の式で求められる。荷重の単位は KGF で定義されているため、 国際単位系の N、NO、を使用する場合は、係数0.102がつく。圧根の対角線長さ D を用いた場合の計算式は、ただし、圧根の2つの対角線長さは、実際の試験では一致しないので、2つの対角線、長さ D と D の平均値を D として用いる。ビッカース硬さを表す記号を、硬さ記号と呼び、HV で表し、その後ろに試験力を、 キログラムで表示する。例えば、試験力1キログラムで測定した結果、300HV の硬さを得た場合は 300HV1 と表示し、試験力300グラムで測定した結果 650HV の硬さを得た場合は 650HV0.3 と表示する。なお、HV の H は、ハードネスを、V はビッカースを意味している。式1から HV は、次元として、 圧力と同じであるので、稀に HV 表記ではなくパスカル表記が見られる。しかし、圧力の定義から考えて HV とパスカルは等価ではないので、圧力と混同しないよう注意が必要である。試験力をおおむね 1KGF 以下で測定したサイのビッカース硬さと、その測定方法をマイクロビッカースと呼ぶ。小さな結晶のようなものでも測定が可能で、 しかも圧根、くぼみが非常に小さいため、非破壊試験に区分されることもある。試験機は、光学顕微鏡にダイヤモンド圧紙を取り付けたような形である。すなわち、顕微鏡の大物レンズのうちの一つをダイヤモンド圧紙に置き換え、圧紙と大物レンズを切り替えられる。圧根をつけた後、リボルバーを回して、大物レンズにし、顕微鏡で圧根の大きさを観察。 測定する。ただし、筐体及び資料台は、一般の顕微鏡よりも、はるかに健牢であり、試験力に対して、合体とみなせる作りである。近年は、接眼レンズの代わりに、CCD カメラを通じて、モニタに、圧紺の像を拡大する機種が増えている。マイクロビッカースでは、資料台を、奥行き方向及び、左右方向に微動させることができる。 マイクロメートルのレベルで正確に移動することができるので、顕微強化にて測定位置をピンポイントで決定切る。この機構により、白膜や表面硬化層の断面硬さ測定にマイクロビッカースが多用されている。例えば窒化層の硬化層の決定には 300gF 以下の試験荷重でビッカース硬さ、またはヌープ硬さを使用するよう、GISG0562 に定められている。 型さちが基地のブロックを基準運と呼び、試験機の検証や作業者の訓練に用いられる。王道、または構成で円盤状のものが多い。JISB7735 によると基準編の基下交差は下記の通り定められている。これからわかる通り、通常の機械部品に比べて交差が厳しい。裏面にまで交差が定められていることからわかるように、 使用面だけでなく裏面の形状も測定値に影響する。信頼性の高い試験を行うために、試験編の準備は重要である。JISZ2244 には以下が明記されている。しかし工業において製品及び反製品の検査に使用するような場合、上記を満たせない場合がある。この場合は受け渡し当事者間の合意があれば、この限りではない。 試験は概ね書きの手順で行われる。1では、基準編を用いて、試験機の健全性の確認する。圧痕の読み取りを人の目により行う場合は、作業者が正確に大きさを測定できるよう、間隔を補正する作業も兼ねている。通常は一つの試験面に付き場所を変えて5回の試験を行う。この場合、隣り合った圧痕は一定の距離離す必要がある。 圧根の対角線長さを D とすると、圧根と圧根の中心間距離は以下のように定められている。同様に試験編の端から圧根の中心までは、ビッカース硬さ試験には硬さの相似則が成立する。すなわち、同一の試験編に異なった試験力、例えば 0.98n と 9.8n を付与した場合、圧根の大きさは変わるが、形は相似である。 式1からビッカース硬さは試験力を圧根の面積で除したものであるので内部まで均一な硬さの測定物に対しては試験力によらず HV 値は一定となる蒸気から異なった材料であっても掃除足が成立する場合は同じ尺度で硬さを比較でき大変便利であるただし薄膜や表面硬化層のように表面と内部で 硬さが異なるものでは、試験力を変化させると HV 値も変化し、小さい試験力の方が高い HV 値を示す。これは、小さい試験力では、厚子先端が表面付近に留まるため、表面付近の情報しか検出しないのに対して、大きい試験力では内部まで厚子が侵入し、場合によっては、薄膜や硬化層を突き破って、母材の情報までを平均化した。 hv 値を与えるからである。硬さの相似則が成立する場合でも、実際には低荷重になればなるほど測定値の精度は悪くなる。これは、小さい圧根ほど読み取り誤差が大きくなる傾向がある。ためである。圧根を読み取る際、例えば真の値から1.0マイクロメートルだけ、ずれた値を読み取ったとする。圧根の対角線長さが50.0。 マイクロメートルであれば、誤差は全長の2%であるが、対角線長さ10.0マイクロメートルの場合は10%となる。このように、小さい圧根ほど読み取り誤差の影響が顕著に現れる。これは、式にからも明らかであろう。なお、JISB7725 に、試験機の検証が JISB7733 に、 基準変の構成が定められているが、圧根が小さい領域では、誤差の幅が大きいか、あるいは規定そのものが存在しないものがある。これは、上記の通り、圧根が小さい場合の相対的な読み取り誤差が大きすぎるため、標準化が困難であるためである。工業的な分野において、硬さ試験を行う、第一の目的は、強度の推定である。本来、幸福強さ。 引っ張り強さは、引っ張り試験により、疲労強度は疲労試験により測定するべきものであるが、両者とも破壊試験であるため、非破壊で行える硬さ試験で代用することが多い。これを可能にしているのが、硬さと強度の明確な関係である。特に鉄鋼材料においては、ビッカース硬さと幸福強さを呼び、疲労強度の間には、ほぼ比例関係が成立し、合金蘇生や、 焼き入れ焼き戻しなどの熱処理履歴は無関係である。無っ単位で、近似的に幸福強さは HV 値の3倍、疲労強度は HV 値の1.5倍を示す。ただし、400H 分以上になると疲労強度が 500H 分以上になると幸福強さが負に変異し始める。日本工業規格で規定されている関連する規格。 ASTM 企画で規定されている関連する企画。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。